はい、皆さんこんにちは、AKです。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回の話題はなんと懐かしのプラモデルキングロボの話題を話させていただきます。私の YouTube のアイコン、わかる人はわかると思いますが、丸いのプラモデルキングロボです。ご存知ですか？見ればわかる通り、ジャイアントロボのパチモノプラモです。私の記憶ではね、おそらく本家のジャイアントロボよりも先にプラモデルが発売されたと記憶にあります。発売がですね、1969年らしいですね。出来を見るとわかるのですが、パチモノながら出来が良かったです。本家と同じようにゼンマイ動力で歩行します。何よりもですね、本家が GR2 で使ったロケットパンチ、これをですねプラモデルで実装してるんですね。まだこの当時マジンガー Z は放映されておりません。形成色もですねメタリックブルーでですね、プラカラーで着色しなくともロボットらしい感じが出ておりました。発売のね、1969年からですね、何度もパッケージを変え再販されているようです。私もですねお気に入りのプラモだったので、何度か買い直したアンポンタンです。キングロボも2度ほど買いました。このプラモデルをですねブログで詳しく紹介している方がいらっしゃいましたので、そちらで確認するとですね、結構な回数再販されています。パッケージを見る限りですね、ガンプラが出た当時も再販されているようです。その頃はね、やはりクラウンの本家のジャイアントロボもガンプラのようなパッケージで再販されましたが、このキングロボもですね、そのガンプラのようなパッケージで再販されているようです。それぐらいですね好きだったプラモデルなので、この年になって一体ぐらい手元に置いておきたいなぁと思ってですね、ヤフオク等で探してみるのですが、それがまたねすごいお値段になるんですよ。超レアなのかもしれませんが、私の手が出せるような価格ではありません。この前ですねヤフオクでですね、組み立て後のジャンク品が出ておりました。それでさえですね2万超えです。もう3万近くの値段になっておりました。人気があるのか、ノスタルジックな感じが好きな方が多いのか、まだね東京マルイさんがあるんで再販してくれないかなとは思うのですが、需要がないと思うのでそれはないでしょうね。今の時代であればね、再販してくれれば数千円ぐらいならね出してみようかなと思いますけど、やはり無理でしょうね。欲しいなと思いながら、まあ諦めるしかないというこの状況です。それでもですねヤフオク等でまだ未だに検索して見つけると値段が上がっていく姿をずっと見ております。欲しいなキングロボ。というわけでですね、今回は懐かしのプラモデルキングロボのお話をしてみました。今後もですねこのようにですね思い出深いプラモデルの話もありますので、また機会があればお話ししてみようと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。